さあ毎週月曜のこの時間はこの学校のウルトラサーバーにある秘密の研究室からパフューム研究員が登場です。近づいてきている。何があって。そう、今夜は今月からスタートするパフュームセブンスツアー2018フューチャーポップに参加する生徒の書き込みを研究していきます。パフュームロックス。ツアー参加費用名の書き込みを研究せよ。9月21日から Perfume セブンスツアー2018フューチャーポップがスタートをしますが、はい、Perfume ロックス掲示板にツアー参加表明の書き込みが続々と届いています。おお、なので紹介していきましょう。はい、はい、山形県25歳女の子、ラジオネーム戦慄のブルースクリーンちゃん。ブルースクリーンちゃん、フューチャーポップ長野公演に参戦予定です。おお、初めての長野ということで今から観光を楽しみにしています、うん、戸隠神社を歩いたり、お蕎麦を食べたりしたいです、ちなみにパフュームさんは長野ではこれを食べようとかご予定ありますか。いいね、山形から長野。戸隠神社、うん、神社いいな。神社好きだよ。戸隠はとても有名。へえ。でも長野自体に、うん、多分行ったことなくて。私もない。私1回くらいしかない。だから本当初めてなんだね。だから何がどうとか教えてほしいよね。そう、お蕎麦が有名。お蕎麦有名なのも知らんかった。お水が綺麗だからお蕎麦がすっごい美味しい。なるほどね。もう関さんの地元って感じよね。うんうんうん、そのイメージ印象で。なんか聞きたいな、知りたいな。知りたい。長野出身の生徒に、うん、青森の時みたいに、うん、教えてほしいね。そうだね、お願いしよう。さあ長野は9月21日22日ツアーの初日と2日目ということで、はい、まあ、ゴリゴリに気合入ってるでしょうね。そうね、ゴリゴリでしょうね。もうバッキバキで多分お届けしてると思います。表情とかすごいだろうね。はい、続きまして次、大阪府17歳男の子、ラジオネーム番長ショーかな、番長かけるかな、どっちだろうね。今日は夏休み最終日でした。ちょっと暇だったので大阪城周辺に行きツアーの下見をしてきました。かわいい。下見。大阪城周辺は緑であふれているので、うん、気分を晴らすのにもいい場所であり、はい、大阪城のお堀の周りを歩くだけでもいい運動になります。おじさんみたいなことって。その後はショッピングセンターでブラブラするというお金のかからない過ごし方をしましたが最高でした。うん、1ヶ月ほど経ったらパフュームの皆さんに会えると思うとワクワクが止まりません。うわあんたいいやつだな。かわいい。ほんと、もうこのまま大人になってほしいよ。そうだね。うん、そういう遊びで楽しいって思えるのが一番豊かだから、うんうんうん、そうだね。幸せなことよ。お金のかからない遊び、うん、素晴らしい、うん、お堀の周りを歩くだけでもいい運動になります。なります。17歳誰が言うとんねん。わかるわかる。でもあそこ気持ちいいよね。気持ちいい、うん、綺麗なんだよね。そうそうそう、広いし、なんか静かだし。大阪は9月29日30日、うん、はい。では続いて静岡県15歳男の子、ラジオネームブルーインパルスパイロット。パイロット。ツアーが始まるまであと少し、うん、ホールツアー以来初めてのライブです。とっても楽しみです。静岡で待ってます。お、静岡。うん、静岡は10月だね。10月13日14日。うん、そうだね。もう静岡に行くのもファンクラブツアーで行ったのか。静岡の街フラフラした。つい最近じゃん。つい最近。そうよ、今年行った。今年の何ヶ月か前の話。ホールツアー以来初めてのライブですって。なんかもうすっごい久々な何年ぶりみたいな。確かにその間に台湾のフェスあったりとか、うん、まあ、確かにね、アルバムが出たりとか。行けなかったってすごい思ってくれたのかね。思ってくれたよな。嬉しい。でもまたホールツアーのね、ファンクラブのとは全然雰囲気が違うだろうからね、うん、印象違うし楽しめると思います。そうだね。続いて愛媛県16歳男の子、ラジオネームヨッシーさん。ヨッシーさん、フラゲ日からずっと毎日フューチャーポップ聞いてます。もう毎日最高です。初めてスタートアップから聞いた時、携帯の着信音と思ってびっくりしました。フューチャーポップになった途端ガラッと雰囲気が変わってギャップに惹かれました。フュージョンからのタイニーベイビーのギャップも好きです。ライブで見れるのかな。
僕は福岡公演の初日、ゆかちゃんの誕生日に参戦します。初ライブなのですごくワクワクしてます。それまでたくさん聴いてダンスも踊れるようにしておきますね。踊るつもりでいるそうです。かわいいね。ステージうちら立ちに行くときに、うん、みんなもおめかしして来てくれるんよ、よく、うんうん、ね、だけど足までは正直見えん。だけどね、靴はね、あの本当に履きやすい靴で来てほしい。本当に、うん、初ライブならそうだね。あとね、立ってる時間意外と長いからね、うん、そうなんよ、クッション性の高いやつにして、うん、そうそうそう、そういうの大事。頼むわ。携帯の着信音って初めて言われた。確かに、ちゃちゃちゃんちゃんちゃん、うん、ちゃちゃちゃんちゃんが、うん、ありそうっちゃありそうかな。そうかな、うん、なんかはってドキッとする感じとかなのかな。だって全然予想と違ったんだろうね。そう、 そうかも ね、 ね、うん、初ライブだって、ね、初ライブか、ね、嬉しいね。でも CD はフラギーからね聞いてくれてるわけ、ね、でも毎日聞いてくれてるけん、もうこれ完璧に楽しめるね。完璧だと思う、ね、うん、はい、福岡は12月23日24日。まだまだたくさんツアー参戦表明書き込みが届いています。もうすぐみんなのとこに会いに行きますよ。ということで皆さん、ライブ会場でお会いしましょう。Ladies and gentlemen, boys and girls, Pop You Lost, starring Perfume。皆さんこんばんは、かしゆかです。のっちです。あーちゃんです。3人合わせて Perfume です。よろしくお願いします。ちょっと前になりますが、うん、第4回 Perfume ダンスコンテスト踊れ東京ガール開催されまして、うん、参加してくれた皆さん、当日見に来てくれた皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。あとね、これについて書き込みもたくさん届いてたの、うんうん、ね、ありがとう。見てくれた人もいっぱいいるみたい。中継してたもんね、あのね。そうだね。あの今回は極み、うん、もうとにかく真似する完コピ、うん、それがまあ審査したんですけども、うん、もう何百組も送ってくれて、日本海外ほんと問わず送ってくださって、海外から来てくれた人もいたし ね、うん、ね、東京ガールダンスの方はですね、フレグランスというグループ、広島のグループでした。そう、広島のグループで、うん、女の子3人組で、うん、まあ、若い子たちなんですけども、うん、グランプリをね、うん、取ったんだけど、踊りが始まった途端に、うん、3人とも顔を見合わせて、このグループだねって、うん、なんかなったぐらい、なんかみんな心が動いた、うん、そういうダンスを踊ってくれましたよね、うんうん、なんか実はこの子たち、その二次審査で落ちるかもしれない、うん、瀬戸際にいたんだよね。どうしようかって悩んでたんだよね。そうそう、なんか一つその課題にしてた振り付けの部分の審査の対象として3つぐらい挙げてる振り付けがあったんだけど、それが一つできてなくて、どうしようどうしようって悩んだんだけど、でもやっぱりこの子たちは期待しようっていうことで、何も言わないでまあ合格にして、そしたら本番までにビデオの時とはもう雲泥の違いというか、めちゃくちゃ決め込んできて練習してきてくれてて、もう心動かされたよね、うん、ダンスってやっぱそういうなんか心動くことだなって、うん、って思わされたね。え、ね、カンコピの中でも空気とかね、うん、表情とか出るもんね、うん、ね、違うんだよね、うん、全然違ったよね、うん、それぞれすごい練習してきてくれて、うん、みんながこう本番にかける思いがひしひしと伝わって、うん、なんか一組ずつすごい嬉しかった、見てて ね、 ね、なんかのっちのね、うん、ダンスを踊ってくれた子がインターナショナルショーでね、うんうん、合格してマネちゃん、うん、カナダのね、わざわざそこから来てくれて、来てくれたんだよね。でもなんかほんと日本の人だからコピーできるとかそういうことはやっぱり関係なくって、うん、海を越えて Perfume、 私たちを見てくれてる人も自分たちのなんかこう内面的なところやその癖、うん、細かいところまでね
真似してくれてたよね。愛の深さだよね。そうだなって思った。出るよね、どれだけ見てるかみたいな。そうそうそう、コンテスト終わってみんなとちょっとずつお話しさせてもらったんだけど、うん、ほんまにパフューム好き。そうじゃね、みんなすごかったね。本物しかおらんかったね。本物しかおらんかった。あとみんなが仲良くなってくれたのもすごい嬉しかった。よかったね、嬉しかった。グループ同士が交流してね。ねえ、当日を見てくれたみんな本当ありがとう。ありがとうございます。たくさんの生徒からの依頼、パフュームのいろいろな説を研究せよ。前に生徒の皆さんに募集してましたね。しました。ああ。じゃあ生徒の皆さんから届いたパフュームにまつわる説を紹介して、うん、それが証明されるかどうか私たち自身が答えていきたいと思います。はい、はい、いきますよ。静岡県15歳女の子、ちょっと聞いてね、聞いて、ギャルしないで聞いて、ま、聞いて行くよ。うん、静岡県15歳女の子、ラジオネームシュガメスちゃん。シュガメスちゃん、うん、のっち、うん、パフュームに対する見方が一般ファンと同じ説。何年やってると思うんすか。これどういうことですかね。シュガメス、何年パフュームやってると思ってんすか。メンバーでありつつ見方が一般ファンと同じ。どういう角度から見てるんだろうね、それは。でもすごいことよね。わかるよ、やっぱり、うん、歌手家のスカートが短いと嬉しいし、うん、あーちゃんのポニーあーちゃんのポニーテールが今日ちょっと高いなって思うと、お、今日気合減ってるのかなって思ったりはするよ。そういうところかな。そういうこと、そういうところだったら、うん、まあわかるけど。じゃあ説も証明されました。重めの反応しちゃった。もう押されちゃったぐらい、結構重めの押しちゃったから。こんな軽い気持ちで答えるもんじゃないんだね。OK。 はい、じゃあ続いて大阪府14歳女の子、ラジオネームクラリーちゃん。クラリー、かしゆか、スマホに入っている写真7割利用説。言えるな。これはね、あの、アイネコちゃんですね、うん、私の飼っている猫リオン、はい、今5歳ですけど、5歳、まあ、5年間積み重ねてますから、うん、もう最初の1年なんてほぼほぼ全部8割9割型リオンでしたよ、はいね、やっぱすぐ大きくなっちゃうし、うん、もうね、可愛くてしょうがなくてさ、家で待ってると思うとすぐ飛んで帰るよね。可愛いよね。可愛い、もう今日何時に帰れるんですか。一刻も早く帰りたいですみたいになってたけど、まあ5年経つとそうは ならないよね。まあリオンがいつも喧嘩で待ってんなみたいな感じだけど、うん、今でもやっぱ写真撮りますね。あと写真も動画も撮るから、うんうんうん、この間寝息の動画撮ってリオンの、あとで見返してちょっと一人でニヤニヤしてる。可愛いよね。これがツアー始まるから、うんうんうん、そのツアーの中で会えない時間にこうリオン見ようかなっていうので、家にいる時に写真撮って、うん、地方で見ようかなって。やばいじゃん。やるでしょ。あんたポポでやるでしょ。そっか。いや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 、私はクールでやってますから。言っていや、私あーちゃんの携帯の中写真7割ポポ説絶対あると思うよ。あーちゃんはわっちゃんやってるね。私、うん、私の説なの。急上昇してるでしょ1年で。いや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 、最初の1年なんだから。こっちはクールでやってますから。いや、目泳いでますから。こっちはクールで。現場連れてきてるじゃねえか。これは認めたら2人とも反応された。証明されましたな。じゃあ続きまして、愛知県19歳男の子、ラジオネームデルタエコーくん。デルタエコー、 あーちゃん、ラジオなどであーちゃんさんと呼ばれて訂正するのさすがにちょっと面倒くさくなってきている説。いや、これは本当に、うん、あのサンプラザ中野くんさんが言ってたけど、中野くんにもうさんは踏まえられてる、うん、だからくんで呼んでくれって。中野くんでいいんだ。そうらしい。サンプラザ中野くん言いたくないよね。言いたくない。どうしても言いたくない。あれは言いたくなるじゃん、うん、だってもう何十年やってらっしゃるんですかって感じだし、うん、大先輩ですからって、ね、そう。でも私に関してはまだまだ若造ですから、うん、もう本当に皆様、あーちゃんの中に
あの3は含まれてますので、はあ、あーちゃんでお願いしたいです。あーちゃんさんじゃなくて。そうです、うん、まあこれは現場マネージャー含めです。あーそうです、ね、マネージャーさんもみんな、はい、あーちゃんさんって言ってくださるので、ね、うん、いやもう分かりますよ。尊敬語というか、うん、敬意を込めてね、そう、そこにね含めてるのは分かるんです、うん、急に初対面であーちゃんっていうのはみたいなとこがね、あるんだろうね。あるんでしょうね、うん、でももうあーちゃんでウェルカムウェルカムでございます。なるほどね。じゃあちょっと面倒くさくなっていたということで、はい、それはそういうことになったね。押されちったよ。重めにしっかり押しました。そうだろう。ということで引き続き皆さんが気づいたパフュームのいろいろな説お待ちしております。小さな宝物。あーちゃんさんね。あーちゃんさん。まあでも言っちゃうかもしれないですよね。それはね、初めて会う人とかだったらね。より好きすぎたりとかしたらね。まあ失礼のないようにっていうのをね。俺でも最初とかそうだったんじゃなかったっけかな。あーちゃんさん。あーちゃんさん。記憶にないんだけど、気がなぜなら頭が真っ白だったからね。俺初めて会った時。呼んでないかもしれないけど、もう何も。呼んでないね。多分。覚えてるの8年以上前だけど。でもまあ説そうだね。すごい。しっかりとしてるな、この説全部。みんな当たってる感じがしますね。ノッチもそうだよね。ガチオタだからね。すごいいいことですけどね。なんか愛が、ね、愛に溢れてるってことじゃないですか、それってね。そうだよね。素晴らしいことだと思うけど。で、それを喋ってくれることによってファンのみんなもそうそうそうってなるから、うん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 、共感しかないし。めっちゃ嬉しいよな、カシューカ7割リオン説。それの写真とかバッて見ていいのよ。一瞬だけでも見せてほしい。でツアー21日、はい、22日から長野公演からフューチャーポップがこれどういう風に立体化するのか。演出とか楽しみですよこれ。全国これまた津々浦々回るし、はい、うん、ちょっと俺前回コズミックエクスプローラーの時2年前は、はい、和歌山とか参戦させてもらって、やっぱ地方にね、はい、そこまでの道中も楽しいし帰りもめちゃめちゃ楽しいし、うん、はい、どっか俺も地方公演行けたら、うんうん、もちろん参加するんで楽しみましょうみんな、はい、21日22日よりパフュームセブンスツアー2018フューチャーポップスタート。明日のこの時間はスクールブロックの新露出の代表アレキサンドロス先生が登場。アレキサンドロックス。スクールブロック。